令和3年4月11日山口維新100年記念公演サッカーラグビー場にて第2回2022山口維新スプリングボールが行われます。ただいまから両チームの選手入場です。まずオープニングセレモニーを飾ります最初の紹介チームは山陽小野田市立山口東京理科大学ボールパイソンズ。続きまして山口大学ギャンブラーズの紹介です。Yeah!
オフェンスラインやディフェンスライン、初の公式戦、一生懸命頑張ります。岡本拓磨。57 offensive line and linebacker 女の子を惚れさせます。岡田和義。Number 73 offensive line and a defensive line 和製アーロンドナルドを目指す DNA の武装山口大学、そして山口東京理科大学の OB の皆さん
賜物と心から感謝を申し上げますとともに、心から敬意を表したいと思います。このような大会は選手たちにとって本当に励みとなる大会であります。本日の大会を契機に、アメリカンフットボールだけでなく山口県内外のスポーツの交流活性化が図られることを心から祈念いたしまして、私の大会宣言とさせていただきたい。